さあ、出場チームを乗せた船が続々と入港しております。こちらは2番ポートですね。キーリカ島からの出場チームはキーリカビースト。大召喚士オハランド様の流れを組む伝統あるチームです。彼らの故郷キーリカ島は真に襲われたばかりですが、そう、故郷のファンを励ますためにも彼ら優勝を狙ってきますよ。それは期待できそうです。さあ、続いて出てきたのは、おーっと、あれは伝説のチームビサイドオーラカだ。まさに最弱伝説、あまりにも勝てない奇跡のチーム。23年連続初戦敗退は真似のできないぶっちぎりの記録だ。毎度毎度の見事な負けっぷりに妙なファンがついてるらしいぞ。怪我をしないように注意して無事に島に帰ってほしいですね。そうですね。さて次行きましょう。次、続いての登場は、来た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 、我らの英雄ルカゴワーズ。パワー、スピード、テクニック、チームワークとファインプレー、全てを兼ね備えた最強チームがルカの町に帰ってきました。文句なしに最も優勝に近い最高のチームですね。去年に引き続き今大会も制覇して伝説に彩りを加えることでしょう。そうです、その通りです。ご覧ください、この盛り上がり、まるでルカの街全体がゴアーズの栄光を祝福しているようではありませんか。街は知っているのです、勝利をつかむ英雄の名を。そう、その名はルカ・ゴアーズ。まあ毎年こんなもんよ、いちいち気にすんなって。調子乗んなよゴアーズ。お前らがでかい面してられんのも今のうちだからな。今年の優勝は俺たちビサイドオーラカがいただく。このすっとこが恥かいたぜ。でも目立ったぞ、スフィアに映ったぞ。映ったって？うん、映ったか。マイカ総領使ご到着だぞ。そんな時間？3番ボートへ急げ。何が始まるっすか？マイカ総領使がご到着なさるの。マイカ総領使？マイカ総領使はエボンの民の頂点に立つお方、聖ベベル宮から互換戦にいらしたの。総領使の在位50周年記念大会だからね。50年、いい加減引退した方がいいんじゃないの。おい、言葉を慎めよ。私たちも迎えに行こうよ。見えないっす。グアド族だよな。誰かしら。もしやシーモアの星。
盛大なる歓迎、まこと感謝に堪えぬ。たたれよシーモア老子、皆も顔を上げよ。この青年は先頃異界の住人となったジスカル・グワド老子の秘事である。すでに知る者も多いが、こたび正式にエボンの老子となった。恐れ多くも老子の位を授かりました。シーモア・グワドと申します。生前父ジスカルは人とグワド族の友好を何よりも望んでおりました。志半ばで倒れた父の理想を実現すべく、神明を賭して職務に励む所存にございます。ほら、お前も祈っとけ。気合い入るよな。よし、試合前のミーティングだ。行くぞ。ワッカは？トーナメントの抽選数。去年は1回戦でゴアーズと当たっちゃって。その前も、その前の前も。ま、どこと当たっても負けてたんだけど。ワッカさん！に。初戦の相手は、アルベド・サイクス。その後は、決勝だ。そう、俺たちはシード権をゲットした。2回勝てば、優勝だ！気抜くな。初心に帰って基本ルールの復習だ。聞いて、カフェでアーロンさんを見たって人がいたの。あ、アーロン？そう、アーロンさん。会いに行こう。おい！おい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 ！試合開始はすぐだ。早く戻ってきてくれよ。任せとけよ。よし。あ、わかわか。硬い。え？いや、顔じゃなくて、顔怖いの。硬い。リラックス。そう。あ、そうそう、そういう感じ。そう、また。うん、はい。これでジェクトさんの消息もわかるかもね。あ、なんで？アーロンさんも父さんのガードだったの。だから、ジェクトさんのこと何か知ってると思うんだ。早く行こう。ユーナが言ってるアーロンとザナルカンドで出会ったあいつ、別人かもしれないなんて全然考えなかった。なんでか知らないけど分かったんだ、同じやつだって。召喚師ライアカラフィアル・ヌア。あ、アルベド・サイクスだろ。俺この前アルベドに世話になったんだ。リュックって子に飯食わせてもらってさ。あ、言葉通じないのか。まあ、なんていうか、リュックに会ったらよろしく伝えてくれっす。それから一回戦、よろしくっす。
すみません、通してください。さ、行こう。すっごい人気だな。ゆうな！あ？な、何？ザナルカンドではブリッツの時こうやって応援するんだ。ゆうなもやってみ。指をこういう風に開けて。こう？ああ、そうじゃなくて。で、思い切り吹く。ダメみたい。練習っす。そうっすね。もしはぐれたら、それで合図な。そしたら、俺すぐに飛んでっからさ。ま、吹けるようになるまでは、はぐれないようにするってことで。了解です。結構人多いな。ルカはスピラで2番目に大きな町だよ。どこもビサイドやキリカみたいなもんかと思ってた。町がね、大きくならないの。人が集まってきて町に活気が出てくると真、うん、ここは安全なのか。ここも同じ。でもスタジアムがあるでしょ。だから討伐隊の人たちが命がけでシンを追い払うの。スタジアムのために。ブリッツの試合が開けないと楽しみがなくなっちゃうからね。スピラには楽しいことあまりないから。ふわー、選手は責任重大だな。そうだよ。ねえ、ザナルカンドもこんな風なの？ここよりずっとごちゃごちゃしてる。でかい建物がぎっしりでさ。きっとすごいんだろうな。私、目が回っちゃうかも。アーロンさん、探そう。いないみたいだ。うん、聞いてみよっか。なぜ黙る決まり。10年会わなかった遠家にどうして答えない。決まりは遠家を忘れたか、ヴィラン体系を忘れたか。責めるな遠家。決まりは小さいロンゾだ。背が低い、顔が見えない。ヴィランと遠家がわからない。ロンゾの同胞を忘れたか、恩知らず。角が生え変わるこの可愛がった。ヴィラン体系は決まりを鍛えて強いロンゾに育てた。やりすぎたが。やっちゃえば。おお、試合が始まるぞ。
揉めるなら外でやれ外で。まずいっす。今日この良き日にスピラ全土から選手たちが集った。鍛え抜いた力と技を正々堂々競い合うためである。いずれ劣らぬ強豪たちの誰が優勝しても不思議ではない。勝敗の行方は誰も知らぬ。それゆえ我らはただ称賛しよう。勝者の栄誉をたたえ、敗者の力投をたたえようではないか。全選手諸君、健闘を祈る。キマリ、ユナがいない。あんたたち何してたのよ。あ？ユナがさらわれたわ。アルベド・サイクスの仕業、無事に返してほしければ一回戦で負けろって。きったねー。犯人がただの選手なら手荒な真似はしないと思うけど、万一ってこともあるわ。助けに行くわよ。俺も行く。大丈夫だって。23連敗中のチームにわざと負けろなんてさ、そんなこと言うチームなんて大したことないって。ワッカたちもそう言ってたわ。試合は何とかするからユーナを頼むって。4番ポートにアルベド族の船が入港している。乗り込むわよ。なんだこいつら。アルベド族が発掘した古の機械よ。大丈夫、雷の魔法で倒せるわ。
うじゃうじゃしつこいっつの。アルベドは本気のようだ。必死のディフェンスによって懸命に同点を守っています。あーっと、これはまたひどい。しかしレフリーはファールを取りません。もうワッカ選手限界ギリギリでしょう。おし、頑張ってんな。あまり長続きしないわ、ワッカはいつもそう。ついっすね。行くわよ。乗り込むわよ。
痛めつけてやった？ちょっとだけ。どうしたの？俺、スピラに来てすぐにアルベド族に助けてもらったんだ。船に乗せてもらって飯も食わせてもらったし、そん時の船かなって思ったんだけど、違うみたいだ。みんなやられちまったのかな。何かあったの？船の近くに芯が出たんだ。俺は助かったけど、船はどうなったかわからない。あのさ、その船にシドって人いなかった？わかんないな。言葉も通じなかったしさ。そっか。その人知り合い？おじさんなの。会ったことはないけど。ふーん。あれ？ってことはユーナもアルベド族？お母さんがね、そうなの。シドさんはお母さんのお兄さん。お母さんが結婚するときに縁を切ったんだって。でも困ったときには相談しなさいってお母さんが。そりゃ心配だよな。ユーナの生まれのことはワッカには言わないで。あの人アルベド族ってだけで毛嫌いしてるから。あ、ワッカに知らせなくちゃ。ワッカには内緒にって言ったじゃない。試合？あ、そう言ってくれたのはルルだ。ワッカだってチャップの代わりなんか。最後まで言ったら怒るわよ。